愛知県の春日井市ってとこです。春日井市どんなところですか？どんなところですかね。どんなところですかね。ちょっと待ってください。春日井市。でも住みやすいところですね。はい、名所とか名物とか。名物っていう名物ですかね。なんかサボテン食べるんですよ。サボテンを。名物なんですが、まあ普通にいったら食べないですけど、なんかやっとそんな味わかんないですね。なんかラーメンとかに混ぜてるんですよ。サボテンラーメンみたいな。給食とか入れたりして。やばくない？サボテンラーメンみたいな。血液型は B 型で、自分はこんな性格だって言われます。負けず嫌いです。なんかそういうエピソードありますね。負けず嫌いはそうですね。特にいないですけど、まあ何にしても負けたくないって言ってました。ハンド以外でもですね。例えば自分のスマートとか身長体重ってそのサイトじゃないですか。身長は185センチで体重77キロ。違いました。体重は87キロで、足のサイズは30センチ。30センチ。でかっ。なんかもっとこういう風になることもありますね。体重落としたりとか身長伸ばしたりとか。ああ、そうですね。いや、そんな、でも身長はもうちょっと欲しいです。今185。もうちょっと欲しい。192メートル。2メートル欲しいです。190。違う。違います。でかいです。中学校とか高校の時のあだ名を教えてください。あだ名は普通に下の名前で呼ばれるか、カニ大輝なんで、カニ甲殻類のあるから旗にあるから。そうです。子供の頃の夢は特になかったですね。ハンドボールを始めたきっかけは、小学校の時にドッジボールやってて、でその中学校に上がる時にお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんがドッジボールやって、でお兄ちゃんハンドボールやったんで、僕もハンドボールに来ました。なんか誘われたとかは特にないんですけど、もうなんかドッジボールやってたんで、もう次はハンドボールかなと思って。結構地元でそういうハンドボール結構強いとか。いや、弱いですね。強く愛知県強いんですけど、やっぱり名古屋が強いんで、僕らは名古屋にいつも負けてたんで。やめようと思ったことは。でもなくはないですね。なんかエピソードあったかもしれない。エピソード、そうですね。なんですかね。ポジションとか、その高校入ったりして、まあ最初2年生ぐらいからもう出たいと思って、1年生の終わりぐらいから、3年生が引退したとか出たいと思ってずっと。で最初の時期はもう本当に。うまくもないから、もう頑張るしかなかったんで、その時は本当にきつかったですね。出れない時期。そうです。出れない時期が、出たくて。3年生。いや、1年生。あ、で3年生、2年生がいたからってこと。そうです。出れなくて、やめたいとは思ってないですけど。やめたいことはないんだ。あんま、まあ、そうですね。ないですね。憧れの選手っていますか？憧れの選手は海外で言ったらカラバティッチ選手。どういうところ？力強いんで、なんか力強いシュートとかフェイントとかディフェンスもできるんで、オールマイティーにできる選手がすごいなと思いました。若い選手、清水宏斗選手です。どういうところが仲いいですか？まあ普通に今寮とか寮ずっとしたんで、普通に話しやすいし、たまにまあ夜中とか2段ベッドの2人とも2段でたまになんですよ。たまに急に夜中とかに2人で話してて楽しくなっちゃって全然寝なくなったりとかはします。同じ部屋なんですか？あ、そうですね、4人部屋です。上が僕とヒロトで、ちなみにその下の2人って誰ですか？吉田凛太郎っていうシスイのギターのやつと、もう1年生、はい、石田智樹、ザコークのやつ。おお、すごい部屋だね。そうですね。得意なプレーはやっぱり力強いシュートとか1対1とか。不得意なプレーはやっぱりまだ周りを生かせきれないところとかあるんで、さばいて人を生かす、自分が犠牲になって人を生かせるようなプレー。そこまで弱い。そうですね。なんかこういうふうな、イメージっていうか、自分の完成形っていうのはどういうプレーができればいいか。やっぱりシュートも打てて。ディフェンスもできて、なんでもできる選手になりたいです。マルチプレイヤー。そうですね。ポジション的にはでもシューターのポジション。あ、そうですね。でもサイドとかもたまにやったりするんで、そうですね。はい。シューターとか。でもシューターであって周りに生かすような。そうですね。今明治大学の1年生なんですけど、はい、今監督はどんな感じですか？接しやすいですね。なんかどんな話もしやすいですし、他の監督とは多分違うと思います。結構話しやすいんで、いろんな話ができるんで、プレーであったり試合の時とかもいろんな試合ができるんで、話ができる。アドバイスを受けたりします？アドバイスって言うわけですかね。アドバイスはそんなないですけど、まあでも基本的なことはしっかり教えてくれます。ベースは、はい。練習方法でなんか監督の練習もいいなと思う練習です。そうですね、速攻の練習があるんですけど、速攻の練習はまあディフェンス守って速攻まで行ってもう一回守ってみたいな。守らないと終わらないんで、やっぱりディフェンスも意識しないと終わらないですし、まあ、オフェンス速攻で点取って、点取らないと終わらないんで、その練習がきついですけど、楽しいです。なんか清水選手が言ってたのは、谷選手はディフェンスもすごいうまいっていう話なんですけど、それについてどう思います？ディフェンスは、まあ、正直前までそんな好きじゃなかったんですけど、むしろ嫌いだったんですよ。けどフットワークとかめちゃくちゃ頑張ってウエイトとかも頑張ってディフェンス力自分で頑張って上げてきて守れるようにちょっとなってきたんで、そこはまあ足らない部分はあるんですけど、そこはまあいいと思います。なんかディフェンスなんか下手くそなの？ディフェンスがあんまりこううまいこといかない清水選手にアドバイスを送るとしたらどういうことがあるんですか？フットワークですね。フットワーク頑張れば多分そう言ってんじゃん俺にいけると思います。そう言ってんじゃん。何を？そう俺に言ってんじゃん。だってお前中3番。ああ。組織が分かってる。もっと組織的に動く人はね、誰が行ったらまた誰がフォロー行ってみたいな。あ、そういうか、戦術理解だね。はいこういう練習もっとしたいっていう練習。まあ明治大学は速攻があんまり点につなげれないんで、ディフェンス守っても速攻であんまり点につなげられないんで、速攻の練習はもっとどんどんやっていきたいですね。好きな食事はラーメンです。なんかさっきもちょっと聞いたけど、好きなラーメン屋さんあります？やっぱ愛知県のラーメンが美味しいですね。あ、もう一回。好きなラーメン屋さんはその地元なんですけど、地元に辛味噌ラーメンの店があって、そこが美味しいです。なんていうお店ですか？いろいろあるんですけど、家の近くにフクロウっていうラーメン屋さんがあるんですけど、そこが好きです。辛味噌ラーメン。はい。辛いですか？辛いですね辛いですね。真面目じゃねえ俺。まだ最後の方もだって来るからバカ上げするんだよね。好きな女性のタイプ？女性のタイプは11月23、24、ちょっと時間ないから行くわ。日本体育大学と筑波大学、僕の所属する明治大学 VS、僕の地元の富山のオールスターチームで試合するので、ぜひ来てください。てか、こいつどこ行った？ここだよそれやらかした。ちょっと待ってやらかした。完全にやらかした。今よかった。じゃあもうチケットピアで絶賛発売中なんで、ぜひ会場まで来てください。お願いします。お願いします。ここから買ってください。来た、これ来た。はい、OK です。